そのね、カブトムシ類、いやもう日になんないぐらい強い、強えカブトやから爪だもんね。だってもうこんなん爪めっちゃ生えてるみたいなね。だってツルツルの、はい、どうも水溜りボンドです。お願いします。で、毎週頑張っていきましょう。お願いします。トミーです。カンです。お願いしま す。はい、ということで今日大丈夫今ん、ちゃんと始まってる。わかんない、ツル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 のって俺こうやってきてるなんかツルツルみたいな話説明してる時始まった。初めてのパターン今の。何何、休み時間かと思ったら授業やってたみたいな。そう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 。はい、ということで今日なんですけども、僕あの YouTube 見てたら、はい、なぜかおすすめに出てきた動画がありまして。ありますね、たまに。たまにあるじゃん。でなんかめっちゃ昔の動画なのよ。オムライス。オムライス。ちょっとその YouTube でその、はいはい、めちゃくちゃ気になる動画で、それがめっちゃ短いんですよ、うん、で35秒かな、うん、35秒でオムライスを作るっていう動画なんで。えで、なんかまあ出してこう切ってバシャーって30何秒なんかなと思ったんですけど、ちゃんと卵を鍋に入れるとこからで30秒で作るみたいな。え、そんなことできるって思って。え、1ヶ月やったじゃん、うん、どんぐらいかかった最後1ヶ月あの工程で言ったら、でも数分はかかるのよ絶対。絶対かかるよね。うん、でソースとかも、そうソースとかもかける、食べれる状態になるまでに35秒ってこと。そうで、とある屋台にのを携帯でこう撮ってるんですね、はいはいはい、っていう動画なんですけど、でその屋台がなんと、うん、東京にあるらしくて、おで、しかももう今では結構人気になって、何店舗もその屋台出してて、まあ今あの店舗もあるらしいです。やっぱすごいんだ。じゃあそうだから、それがすごくてバズって、超すごいよそれで、もう店舗化されてめちゃくちゃ大きい会社になってるのよ。超美味しいじゃん。でも知らなかったじゃん俺らは。知らなかった。なんでちょっとそこに今日行って。そうね、まずだから速さだよね、うん、その35秒でできんのかっていうところだよね。そうだから、要するに30秒で35秒でオムライス出てくるってことじゃないですか。そうだよ、ね、生卵の状態ってことでレストラン行ってなくない、そんなすぐ出てくることって。いや、ない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 。結構待つじゃん。いや待つよ、うん、いやそのファーストフード店とかでもそんな早くないよ、うん、そう冷食よりも早い。だから冷食チンするのでもさ2分ぐらいかかる。え、だから屋台だからそのスピードがめちゃめちゃ大切で、なのかもしれないね。磨かれてったのかもね。もうそうなんだろうね。見たいな、食べたい。35秒で絶品のオムライスが食べれる屋台があるらしいので。すごい。ちょっと行きましょうか。お、行きましょう。ということで、ちょっと雨なんですけども、はい、俺らの世界線って毎日雨だぞ。毎日雨なんで暮らしてんのかなってね。この間も住んでた時雨だったね。なんかゲーム、なんかそのガチャしに行く時も雨だったしね。雨ですごいよ、うん、はい、ということでちょっと行きたいと思います。行きましょう。ありがとな。すげえな。え、あれ、あれだ、あれだ、あれ、うん、あ、ほんとだ。オムトラックみたいな。どうぞ。オムライスがオムライスがいっぱいあるの多分ね。オムライスが何種類かあって、なんか35秒でこうやったのです。35秒って言って45秒みたいな感じで35秒35秒でオムライス作れるだよこれ。すみません、あの、はい、なんか YouTube で35秒ぐらいでその、はい、オムライス作ってそうね、というのがすごいなんか、はい、バズってたよね。バズってたというか、4年前ぐらいの動画なんですけど、ちょっと古いですね。なんか、はい、それを見てなんか、はい、そんなとこあるんだと思って来たんですけど、はい、ちょっと進歩しまして今調子がいいと30秒でできます。ええ30秒でできるんですか。調子がいいと30秒。調子あるんすか。ちょっとその今日雨みたいに調子が悪いと40秒かかっちゃう時もあるんですが、まあ、平均35秒なんですね。すげえ。え、これってどのオムライスもいけるんですか。あ、大体できます。ちょっとあの人によって得意技がありますが、ちょっと和風がちょっと炊き込みご飯使ったタイプで、うわ、美味しそう。ちょっとヘルシーなタイプ。美味しそう。え、ハンバーグが乗ってるやつでも30秒でいけるんですね。そう、それは35秒ですね。でも35秒すごくない。え、これ35秒すごくない。すごいよ。きっとできると思います。いや、ちょっと見てみますか。見てみよう、やっぱ。そしたら、はい、チキントマトソース一つ、はい、待っていただきます、はい、うん、これはもうカメラマンとして、うん、存在してるだけだから任せれば。ちょっとじゃあ頼むわ。いや、いいですかね。え、いいですか、本当に、すいません。ちょっと待ってください。僕と
こに邪魔じゃないですか。ちょっとやりにくいんで40秒かかるかな。じゃあ僕こっちに行ってみて、こっちから取っていただいて。はい、わかりました。はい、じゃあチキントマトソースです、お願いします。じゃあすいません、いきます。よーい、スタート。本当？俺も入ってる。すごい使い込まれたフライパンだ絶対。え、これすごいよ。え、もう14秒ですよ。15秒、16秒、え、17秒、早くない？大変お待たせいたしました、オートラックのチキントマトソースでございます。ちょっと待って、何秒ですか？タイムは29秒23です。おめでとうございます。何更新してるんですか？すごっ。自己ベストでございます。すごっ。めちゃくちゃすごいじゃん。しかもなんか大変お待たせいたしましたって言ってね。いや全然待ってないのよ。しかもちょっとね、ちょっとこれよりも早かったよね。その出す提供の速さとかは関係なく、作るとこだけでいったらもう25秒ぐらいできてましたからね。すごいよこれ。ちょっと他のもん作ってもらえます？そうですね、これは難しいですよ。もう記録出たからもう難しいですね。山芋オクラネバネバ系を乗せるっていうのがね、落ちちゃうんで、ちょっとここで神経使うんです。上のここに乗せるとこが、じゃあちょっと、じゃあどうしよう。じゃあそれやってみる。山芋とオクラ。じゃあちょっとこの難しいと言われている山芋とオクラの和風あんかけオムライスちょっといただいていいですか？はいはい、ありがとうございます。え、ちなみになんかコツみたいなのがあるんですか？コツですか。そうですね、やっぱ火力が強いソースなので、うんうんうん、あ、そうなんだ。その火力からこの鉄鍋を離さないところと、あと卵をかき混ぜる速さ、すごい、すごい、プロの技なんだ。これまだまだ難しいですけど、そこは一番丁寧になって。じゃあいきますよ、はい、よーいスタート。始まった。うわ、始まった。これすごい、もうだってここに卵が乗るまでで10秒台だからね。速さで十数秒でも乗ってたからね。まだ16秒でしたここ、めちゃくちゃふわふわ。はいはいはい、ネバネバのやつが乗る、こっから乗る。かっこいいな。はい、大変なお待たせいたしました、山芋とオクラのマットンかけソースでございます。いやちょっと待って、タイムは33秒51です。いや、おめでとうございます。普通のお店だったらもうこれ25秒とか言いますよ多分。だから長めに取っちゃってるな。すごいですね、めちゃくちゃ美味しそうですね。ありがとうございます。しかも珍しいですね、やっぱり。うわ、これ美味しそう。そうですね、和風ソースはなかなか珍しいです。炊き込みご飯に、はい、その卵が乗ってて和風ソースと。そうですね、そうなんですね、はい、中のご飯が炊き込みご飯なんです。うわ、これちょっと大変ヘルシーなオムライスですね。噂はガチでした。噂よりもガチだ。噂よりも早いっていう。ありがとうございます。ちょっとさ、はい、いや別に35秒じゃなくても全然いいんですけど、イチャモンつけてるわけではないからね。もう分かったから、もう分かったんで、そのあるトッピング全部つけたら何秒ぐらいなんかちょっと知りたくなっちゃって。最も遅いタイムを出させたいっていう、ね、そうね、一番このお店で遅く提供するのは何秒なんだろう。大盛りのデミグラスハンバーグに全部乗せっていうのをお願いしていいですか？大盛りのデミグラスハンバーグに全部乗せ。はい、はい、お腹空いてるんで。これどうなんだろう、どうなっちゃうんだろう。なあ、いやもう50秒はいくんじゃない。いやもっとでしょ。これってなんで開発されたんですか？一番初めは、最初はですね、調理経験がないところからスタート。あ、そうなんだ。もともと僕ハンター直樹というか銀行員だったんですか？で、まあ、ちょっと机の上でのこういろいろやってるだけの仕事が嫌になって、はいはい、で、じゃあちょっと飲食やってみようで、やれることは何かと。で、はい、キッチンカーでもう一軒勝負で、すごい。で、ちょっと自分で営業もできて場所も変えれるっていうのでやり始めて、まあ、僕はもともと卵好きだったんで、親子丼にしようかオムライスにしようかなんか迷ってた時に、はいはい、まあ、オムライスはバリエーションもいろいろさせたりできるし、でオペレーションを早くするにはどうすればいいのかっていうことだけを研究して。でも今はあれですもんね、もう店舗もあって、一応店舗もあります。すごい、すごいよ。ハンザー直樹だ。じゃあちょっとお願いします。お願いしていいですか？すいません、
行きます。え、もう行けます？はい、頑張れ。頑張れもおかしいから。よーい、スタート。うわ、これちょっと大盛りだよ、だって今回。いや、これはね、いや、かなりの、かなりのだよ。でも目がもう、マジ？ゾーン状態に入ってる。確かにね。おい、はい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 。乗りましたね。こっからが難しいんじゃない？どんくらいなんだってことですよね。うなるような。はいはい。今、35秒でございます。お待たせいたしました。お待たせしました。ハンバーグのチーズベーコンほうれん草トッピング、カニコロッコの唐揚げのトッピングでございます。すげえ。タイム出ました。56秒21でございます。すごすぎ。すごい。商品名大変。商品名言うのが一番時間かかってた。これだよ。これを今作ってるんだよ。見て、これちょっと見て。これ1分以内にできるんだよ。やばくない？ちょっと味ちょっと気になるんで食べましょうか。ちょっと食べましょう。すごいこれマジで。本当にありました。ありました。そして思った何倍もすごかったです。すごい。ぜひ皆さん来てみてください。はい、じゃあそれでは。ちょっとお腹も空いたところでオムライス食べますね。もう外冷えてるからさ。いやもういいよ今ここで。食べたくてしょうがない。ここでオムライスはいいよ。オムライス行こう。こちら。え、これ普通のオムライスですかね。トマト。だね多分。一番得意だったやつだね、はい、あの人が。こちらでございます。うまそう。めちゃくちゃ美味しそうです。これ僕中で見てたんですけども、はい、火が通った状態でこうかけてたんで、あれかなり熟練の技ですよね。食べていいですか。あ、じゃあトミー食べますか先。ちょっといいですか、うん、いただきます。どういう感じなんだろう。あーすごい幸せだなめちゃくちゃうまいわ。これはめちゃくちゃ美味しいです。俺もそれ食べていい。うん、大あこれめちゃくちゃ美味しいわ。めちゃくちゃふわふわだよ。あ、本当に。じゃあもうタレもめっちゃ美味しい。うん、やばくない。うわ、本当にこれ俺大好きなやつ。やばいよね、これ一番美味しいオムライスだわ。宝やん。宝ですよ、令和の宝よ。はい、さあそしてこちらなんかその和風のオムライスでございます。俺食べたことないかも。美味しそう。俺もちょっと食べたことない。和風のかけその味付けみたいなの食べたことあるんですけど、なんか、うんうん、中が炊き込みご飯はなかなかないんで。あ、そうだよね、うん、全然違ったもんね。そうそう、ちょっとじゃあいいですか、行かせてもらって。すごいね、味でも攻めてんだもんな。ね、ちょっといただきます。うん、料亭急に。いや、料亭の味。いや、30秒で料亭を作れんよ。料亭だ。ちょっと気になるわ。これはマジ料亭。料亭、マジ料亭だよ。あんま行ったことないな。いいな。いただきます。おー、こういうことか。すごくない？もう全然別物だね、こっちと、ね、なんかもう本当になんか、うわ、これ大好き。茶碗蒸しとかそっち系の卵料理の味付けで優しいね、京都料理って感じ。まあ、美味しそうです ね。うわー、これもうトロトロじゃん。いいですか？これは2つ？どうすればいい？その混ざってんのかな。混ぜて食べるのが正解なのか片方ずついくのが正解なのか分からんね。片方ずつです。いただきます。うん、はい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 、はい、どうですか。え、マーブルって何と何のあれなんですか？聞いてこようか。聞いてこようか。うん、え、全然ちょっと。3種類うまい。3種類うまい。なんで？混ぜもあるから。うわ、あ、絶対これこれいいね。アイスとかでもミックスが一番おいしいから。ソフトクリームもね、チョコとバニラみたいなのがいっちゃいいからね。これいいな。そしてもう真打ち登場ですよ、本当に。こちらすごいね、お弁当スタイル全部のせでございます。いや、全部美味しそう。ハンバーグ、唐揚げ、カニコロ、チーズ。いや、カニコロやばいだろうな、これ。ちょっとこれ行かせてもらっていいですか。めちゃくちゃ美味しそう。すげー美味しそう。しかも大盛りでございます。大盛り、これが1分以内に出てくるんですよ。これどうするの。神業だよね、本当にね。
これ海外の人でもびっくりするバズるでしょ。ちょっといいですか、カニクリームコロッケ付きのオムライス、いただきます。どうですか。いやもうだから美味しいのレベルはもうもちろん達してない、絶対満たしよう、場外ホームランって感じ。ああ、もうあそれはもう美味しいでしょっていう、これ分かりやすい贅沢だね、うん、このトッピングをした日はさ、ちょっとその自分にねご褒美というか、うん、これすごいなマジで。ハンバーグ気になるの、ハンバーグうまそうだった、これ出ちゃうよハンバーグ、出ちゃうよハンバーグ、ハンバーグお前ほうれん草のこと認めるわね、ほうれん草合うよねこのソースに。唐揚げ好きなタイプの唐揚げでした。あーじゃあ俺も好きやん。コーラ飲みてー、コーラ飲みてーな、キンキンに冷えたコーラ、コーラコップにバーンって飲みたいな、瓶のコーラね、あー瓶のコーラ飲みたいわ、瓶のコーラ飲みたい、やばい今瓶ということで、はい、35秒でオムライスを出す屋台があるという、噂、30秒でした本当でした、本当これは本当で、しかもさらに早かったです。俺なんかあの最近自販機行ったじゃん、レトロ自販機、うんうんうん、あれね1分ぐらい待つの俺結構苦痛だったの。いやせっかちだってそれは。でもやっぱ自販すげえなって思って帰ってたけど、うん、今日やっぱ人間すごいな、人間すごいし、その温めるっていうそのレンチンよりも早くて料理っていう最強だよね、すごい、ぬくもりもちゃんと入ってるから、いやすごいですよ、ちょっとぜひ皆さん来てみてください、はい、まあちょっとね無理せずでね、うん、自己判断で、あそうだね、来ていただければと思います、はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした、はい、ぜひチャンネル登録してください、はい、また明日ありがとうございました。